声援は、長径骨にある円形の穴で中図外科と翼郊外科をつなぐ。ラテン語、ファーマンローチューンダムオシススフィンイドリス。声援は、頭外底に存在する開口部の一つで、長径骨の前内側に存在する。上学神経はこの声円校と翼郊外科を通り、頭外骨の外に向かう。声援の面積は大きくなく、このことは、 生円孔が頭部の静脈系の血液循環において、わずかな役割しか果たしていないことを意味している。生円孔は、三叉神経、大二枝である上顎神経が通る。生円孔は、胎児期から出生、青年期までの間徐々に発達する。胎生4ヶ月で完全な臨場となるが、胎児期は卵型であり、出生後に円形となる。円の直径は、 出生時には2 5ト、mm、ルであるが、15から17歳では3ト、mm、ルに成長し、大人では平均3 5 5トルである。この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20版150ページ本文が含まれています。ありがとうございます。